ホームから海が見える和新駅は和歌山県東室郡串本町和新にある西日本旅客鉄道規制本線の駅である。この駅は1940年8月国鉄規制再選の広順駅から串本駅までの開通とともに開業した。その後1959年今の規制本線が全通し亀山駅と和歌山駅の間が規制本線となったのを受けて 国鉄規制本線の駅となり、さらに国鉄の分割民営化を経て、現在に至っている。元々は、単式ホーム、島式ホーム混合2面3線を持ち、山側の単式ホームに接して、駅舎のある地上駅。側線もあるが敷地が狭く、ホームも非常に狭い。ホーム間の連絡は、五線橋による。乗り場は、駅舎側から1番線、2番線、 3番線で、1番、乗り場の駅舎脇、田子方には、貨物ホームがあり、線路もそのままである。ただし、ホームから1番遠い3番乗り場は2011年12月現在、線路が取り外されたため、事実上相対式2面2線の構成となっている。古くからの木造駅舎があり、車内の出発口などが残っている。出入口周りのみは、外壁が改装されている。 新宮駅管理の無人駅である。自動券売機や乗車駅証明書発行機の設置はない。2021年3月13日より愛国家が利用可能になる。トイレは駅舎横に設置されている。現在管理駅舎になっている。2016年5月現在、1番線と2番線を渡る古線橋は老朽化のため撤去されている。そのため、駅舎、 川ホームからは2番線に渡れない。2番線に渡るには駅舎前の坂道を降り、線路下のトンネルをくぐって2番線側に新設された階段を上る必要がある。上況の路線名は旅客案内上の名称で表記している。1番乗り場は上り本線、2番乗り場は下り本線。かつて存在した3番乗り場は上下線争方向の入線、発車が可能であった。 近年の1日平均乗車人員は以下の通り。駅周辺の海岸はリアス式海岸で、駅近辺では海際まで山が迫っている。山と海に挟まれた和深川川口付近のわずかな平地に漁港の集落があり、集落の外れに位置する駅である。国道42号からは和信の交差点を海側へ折れ、集落内を通過して駅へ至る。 熊野枯れ木灘海岸県立公園に属し、海岸付近一帯は枯れ木灘と呼ばれる景勝地である。この駅は集落よりも高い場所に位置し、駅前の坂道を下ったところが集落であり、駐在所や郵便局などがある。海岸沿いにある駅ではないが、高い位置にあるためホームからは海が見える。ABCD ネサ、ね、悟る、週刊歴史で巡る。 鉄道全路線国鉄 JR25 号規制本線三宮線名称線朝日新聞出版文冊百科編集部朝日新聞出版週刊朝日百科2010年1月10日18から21ページ日本国有鉄道工事 S60.312 口1812021年春ダイヤ改正について 西日本旅客鉄道和歌山支社、オリジナルの2020年12月18日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20201218081506/.https www.westjr.co.jp スラッシュプレススラッシュアーティクルスラッシュアイテムスラッシュ20121800はやま pdf 2020年12月22日閲覧。和歌山県統計年間及び和歌山県公共交通機関投資領収。ありがとうございます。